言語学のゼロは、発音上は存在しないが、特定の理論において存在するとみなすものである。記号にはを用いる。代用表記として、ラテン文字のフェーズも用いられる。例えば、英語のキャッツ、KTS とフィッシュ、F において、複数を表すのは、前者は S だが、後者は何もない。この何もないのを、ゼロがあるとみなし、複数形のが、 それぞれ、S、とであるとする。元織のりながは、死の玉尾で、は、も、とのかかり結びが、終始型になることを示した。この、とは、助詞がつかない場合を意味し、ゼロに当たる。ただし、ゼロを乱用してはならない。ゼロが、唯一の形態であるような形態素を設けることは、避けるべきである。例えば、英語で、単数形の設備字としてを設ける、必要性はない。 例外なく、設備時がないのであるから、そのような設備時は存在しないとみなす方が、簡潔である。ある設備の体系の中で、一部に設備が現れない、場合、設備を設ける方が簡潔である。以下にドイツ語の所有限定詞マインの格変化を示す。男性単数主格及び、中性単数主体格ではマインが使われるが、これを、設備時がついていると考える。 漢詩の体系で無漢詩をゼロと考えることがある。特に、いわゆる名詞句には必ず限定詞があるという立場では、限定詞としてゼロ漢詩を設ける。以下に英語とフランス語の漢詩を示す。英語の複数不定名詞句はゼロ漢詩を持つ。日本語では、文中の名詞句には、格助詞が必要である。例えば、おは、対格の標識である。だが、語では、 格助詞を省略できる。これは格助詞がついているとみなせる。これがゼロ格である。コピュラの変化の中で一部コピュラを使わない場合がある。例えば、ロシア語では現在時世ではコピュラを使わず単に仕事保護を並べる。これをゼロコピュラがあるとみなす。同様に、ハンガリー語では三人称現在でコピュラが省略されることがあり、これもゼロコピュラとみなせる。 日本語では、疑問文ではコピュラ、だが消えるが、これをゼロコピュラとみなせる。英語で、人間でない目的語を示す関係代名詞はざっと、またはウィッチであるが、省略してもよい。省略した場合、関係代名詞があるとみなせる。これをゼロ関係代名詞と呼ぶ。ありがとうございます。